どう変わった坂出一高。この番組は坂出第一高校の提供でお届けします。さあお送りしていきます、ウィークデーミックス。この時間はキラリスポットコーナー、どう変わった坂出一高をお送りしていきます。今日はですね、スタジオにゲストの方にお越しいただいております。まずは自己紹介をお願いします。はい、坂出第一高校2年2組の熊岡春日です。はい、お願いします。植物科2年7組小田優也です。よろしくお願いします。熊岡さんと小田さんにスタジオにお越しいただきましたけれども、お二人は坂出一高の生徒会のメンバーということで、はい、2年生現在2年生ということなんですけれども、生徒会にはお二人とも1年生の時から。そうです。あ、そうなんですね。あの、入ったきっかけとかお聞きしてもいいですか。友達に誘われて入って、はい、いました。うんうんうん。熊岡さんはじゃあお友達の、はい、そうです、うんうん、結構ノリみたいな感じで入ったんですけど、はい、うんうん、入ってみたら、うん、結構坂出の仲間で携わってて、はい、生徒会で校則の改定とかもできて、うんうん、結構入ってよかったと思います。あ、やりがいとかもじゃあ結構ありますか。はい、あります。結構目に見えてあるんで、うん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 、なんとなくこうイメージとして、その生徒会、まあ、学校 の、 その中心となってその運営していくメンバーっていうイメージはなんとなくありますけど、校則まで変えれるんだみたいなところはちょっとお話を聞いてても、先月もね、あのお話ご紹介いただいたんですけど、そんなことまでこう生徒みんなでこう主体になってできるんだなっていうのはちょっとびっくりしますよね。そうですね、うんうん、なるほど。そんなね、熊岡さん、そして小田さんはどうですか。私は中学生の時から生徒会活動をしていて、はい、その名残で高校生でも生徒会入ろうと思って入ったんですけど、うんうん、で私も体育祭の運営とか、はい、文化祭の運営とかそういうことに関わって、うん、学校全体のことに関わっていけたので、うんうんうん、すごい、なんだろう、学校にただ通ってるだけじゃなくて、うん、学校の主体に入ってる感じが、うんうんうん、すごい生徒会入ってよかったなと思うところですね。うんうん、なんかこう生徒の皆さんが主役というか、学校の中心にちゃんとこう、うん、いるっていうのがすごくいいですよね。はい、そんなね、この生徒会として、まあ、活動されているお二人に今日は来ていただいたということで、まあ、その活動の、まあ、大きなこう一つの仕事でもあるんじゃないかなという文化祭が、はい、まあ、これからの季節あるということで、今日はその文化祭について、お話をたっぷりお聞きしたいと思うんですけれども、坂出一高のこの文化祭、坂一祭ということなんですけれども、はい、今年はいつ開催ですか。今週末は11月18日が公開日ですね。はい、土曜日です。はい、土曜日11月18日が公開日ということで開催されて、その前日17日金曜日は、生徒の皆さんで校内で開催もあるということなんですけれども、はい、文化祭ってあのテーマとかもあると思うんですけど、今年の坂出祭はテーマはどんなテーマなんですか。そうですね、はい、今年はみんな違ってみんないいっていうテーマなんですけど、うん、はい、坂出ってやっぱり生徒が主役なので、はい、自分たちで考えて作ったものが各クラスにあるので、うんうん、はい、それでみんな違ってみんないろんなやつがあるんですけど、うん、そういうテーマに沿ってみんないろいろ出し物とかします、うんうん、あ、文化祭もじゃあそのクラスクラスでもうみんながさっきも言ったようにこう主体になってっていう風に準備をされているんですね。そうです。はい、それがこうテーマにも込められているということで、その具体的な、ね、内容もちょっと気になりますけれども、皆さんにこういうところをおすすめ、こういうイベントがあるよっていうところを PR するとしたらどんなところですか。小田さん、ぜひ教えてください。私は食物科なので、食物科のちょっと宣伝をさせてもらいたいと思います。はいはい、お願いします。と、食物科の2年6組では、はい、和をモチーフとした和風御膳を提供しています。はい、で試作を重ねてやっとできた13種類の料理を味わえる御膳となってます。うんうん、でしっかりと量も多く満足度の高い御膳になっているので、うんうん、ぜひ食べに来てもらいたいです。でテイクアウトも3種類の団子や台湾カステラ、うんうん、ほうじ茶ラテ、さつまプリンなどがあって、うん、テイクアウトも豊富です。うんうんうん、
で2年7組はアフタヌーンティーを行います。はい、アフタヌーンティーとはこう紅茶を楽しみながら軽食やスイーツ、うん、スコーンなどを楽しむもので、で9種類の料理が楽しめるようになってます。それで、テイクアウト、はい、2年7組でもテイクアウトがあって、うん、テイクアウトはスコーンを5種類用意してて、プレーン味とチョコとビーツ、うん、抹茶海鮮のスコーンを販売します。結構本格的ですね。お店って感じで、でもお店の雰囲気とか出すためにも装飾にもこだわっていて、はい、なるほど、インテリアとかそういうことですか。インテリアとかも、お店の看板も自分たちで手書きで作って、すごい。じゃあ細かいところも全部自分たちで準備をしてっていう感じなんですね。小田さんは準備されてて大変だったなって思ったところとか、ちょっとここ力入れたわ私っていうのなんですか。とクラスの中でやっぱり意見のぶつかり合いがすごくて、看板のデザインだって私はこれがいいと思って、私はこれがいいと思う。なるほど。みんなやっぱりプライドがあって、自分の仕事に誇りを持ってこの活動、この食物化行ってるので、はい、意見のぶつかり合いがすごくて、でもそれをプラスに捉えて、こうその意見を取り合って意見をこう言い合っていいものにしていくって形になってて、私はそうですね、チラシを壁に、紹介用のチラシを貼ったりするんですけど、そのチラシを結構こだわって作ったので、みんなに見てほしいですね。そうなんですね。みんながもう一生懸命だからこそこうぶつかるっていうことですよ ね。 そうですね。でもそれでより良いものがこうできてきてるということで、いよいよ週末に向けて準備もねもう大詰めだと思うんですけれども、熊岡さんはちなみにおすすめのポイントとか何かありますか。そうですね、はい、今年はシンガーソングライターのヒッピーさんって人が来るんですけど、はい、曲君に捧げる応援歌っていう曲で有名な方なんですけど、はい、去年は、チグハグで有名なザ・スーパーフルーツさんを呼んで、今年はヒッピーさんなんですけど、はい、結構去年も盛り上がって、今年も生徒会で企画して呼びました、すごいですね。その話題の方をその毎年こう来ていただけるように企画できるっていうのも、やっぱりみんなでそういうこういう人呼びたいねっていうのも、これも意見交換したりとかしたんですか。そうですね、やっぱりヒッピーさん結構この歌有名で、結構学生にぴったりな方だと思うんですけど、なんかあまりないじゃないですか、文化祭でこういう有名な方とか。そうですね、だから、みんなに来て盛り上がってもらいたいなと思います、よりこう、生徒の皆さんもそうですけど、来場いただく皆さんにもより喜んでもらえるようにっていうふうに一生懸命こう企画を考えてるっていうことですよね。はい、ぜひねこういうところも注目していただきたいなと思いますけれども、他のクラスももちろんそれぞれの出し物もありますし、ぜひね皆さんあの盛りだくさんの内容になっているのでチェックしていただきたいなと思うんですけれども、ちょっと改めてぜひあの、ラジオをお聞きの皆さんにちょっと意気込みというのも聞かせていただきたいなと思うんですが、ぜひお一人ずつお願いできますか。はい、生徒会として携わってきたんですけど、各クラスいろいろ考えて出し合ったものとかありますし、あとは生徒会とかの有志も結構ステージもあるので、あの教室の出し物だけじゃなくてステージも豊富なので、ぜひ来て楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。田さんもぜひお願いします。私は食物科は夏休み前からもうずっと文化祭の準備をしてきて、私たちの半年のこの成果をぜひみんな食べに来てもらえたら嬉しいなと思います。本当にね時間をかけて準備をしてきたものがこの当日ね皆さんに楽しんでいただけるということですので、ぜひご来場いただきたいなと思うんですけれども、18日土曜日が一般公開の日ということで、参加していただく地域の皆さんにもご来場いただけるような機会になってるんですよね。ということですので、ぜひね楽しんでいただきたいと思います。ということでちょっとね駆け足になっちゃったのでご紹介しきれてないイベントもあるんですが、今日は堺出一高の文化祭堺一祭について、ご紹介をいただきました。お二人にですねお話を聞いてまいりました。ご紹介いただいたのは堺一高生徒会よりということで、
熊岡春日さん、小田悠悠さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、どう変わった坂出一高のコーナーをお届けしました。それではリクエスト1曲いきましょう。こちらは Facebook で西村さんからいただきました。お送りするのは石井直さんのナンバーです。おかえり。